こんにちは。情報発信ビジネス、コンテンツ提供業をしていて、どんな情報を発信すればいいのかネタがないっていう方がね、いらっしゃるんですけども、例えば、飲食店に、勤めていて、もしくは飲食店を経営していて、ネタがないっていうのはどういうことかって言ったら、食材がないってことですよね。で、食材は仕入れに行けばいい話なんですよね。八百屋ですとか、肉屋ですとか、蕎麦かもしれませんし、ラーメンかもしれません。必ず仕入れ先があるんですよ。なぜなら、その仕入れ先ってのは、下ろすことによって商売になってるからなんですよね。同じように、ネタがないって、ネタがないってのは、情報がないってことだと思いますけども、情報がないってことはあるんですかね。朝起きて、10分も経てば、情報の宝庫だと思うんですよ。ただそれを見ていない、聞いていない、心に留めていないってことだけだと思うんですよね。なんか自由に話してくださいって言って、急に言われても、っていう風になると思いますけども、それはやっぱり意識とか経験っていうのがすごく足りてないんじゃないかなと思うんですよ。十分世の中には溢れた情報があって、例えば朝ね起きてちょっと鼻がむずがよかったかなとかね、頭が痛えなとか、まだ眠いなって、これ全部情報ですよね。こういった気づきとか自分の感情っていうのは山ほどあると思うんですよ。雨が降っていた、天気だった、それから着信がかかっていたとかね、なんかその何を見ても情報ね。レシートも山ほど情報が載ってます。どんなものを購入したのか、今は何月何日でいつぐらいの時間に買ったのか、どこの店で買ったのか、その店はどういう店なのか、情報の宝庫です。ペットボトルにお茶が入ってます。水を飲んだ後、これを水筒代わりに使うときに私はお茶を入れてるんですね。うまい。でも好みの味ではない情報発信ですよね、これはね。で、これは、何でしょうか。熊野古道って書いてますね。熊野古道といえばどこでしょうかっていうところから情報も広がっていくということで、山ほど情報ってのあるんですよね。吉田さんね、レクサスね、今これレクサスの T シャツ着てるんですけども、レクサスを動画に出してる人ってもはやね、山ほどいるんですけども、なんかね、この前面白いの動画見たんですよ。それはね、ポルシェでレクサスのショールームに行ったら、レクサスを買わされたっていうね、そんな動画だったんですよ。これね、若い女の人が、乗って行って、レクサスで、かっこいいかっこいいって言ったらね、契約することになって、買ったみたいなね。なんだこれはというね。だからね、やっぱ違う切り口で発信すれば、それは一つのネタになるし、同じ切り口でも違う人があればネタになるし、究極ね、同じ人が同じネタやっても、受け取る方が、解釈を変えるんで、ネタになるんですよね。ネタにキリがないと、いうことじゃないですか。ネタがないっていうのは、なんかこう、あれなんですよ。日光東照宮なんですよね。見ざる、言わざる、聞かざる。ということらしいです。